皆さんこんにちは、ブローニャ役のアスミカナです。バージョン 6.2 のメインストーリーですが、皆さんはもう見てくださっていますでしょうか。私たちのブローニャちゃんがようやくついに真理の律者へと羽化したんです。いやー、長い道のりでした。聖フレイヤ学園にいたあの未熟な少女が漁師の海で断りの律者のコアを引き継いで、カロスタンで断りの律者の力を完全解放して、そして最後は月で過去を乗り越えて羽化を実現しましたね。ブローニャちゃんの成長を見守ることができて、本当に私も嬉しく思っています。真理の律者になったブローニャちゃんはまた新しい気候を手に入れて、より一層素敵でかっこよくなりましたね。新バージョンで彼女の新しい戦い方を体験できるのがとても楽しみです。ブローニャちゃん自身の成長以外にも、ブローニャ、メイちゃん、そしてキアナちゃんが相変わらず仲が良くてほっとしました。ブローニャちゃんは二人のことをよく理解していて、そして二人もブローニャのことをずっと信頼しているという、そんな彼女たちのまっすぐな絆がとても印象的でした。きっと館長の皆さんも、これからのブローニャのこと楽しみにしてくださってますよね。ぜひ新バージョンにご期待くださいね。